さあこの後日本の原田、風よ来い、風が来た。 110m のスピンは非常にいいですよ。風が来た、アプローチもよし。さあ原田、因縁の2回目。どこまで行きましたか。これはあのラインがない、一番最後のラインの 135m ラインを超えていった、はい、ジャンプです。そして立ちました。まだ距離が正式に出ません。手元の方にはまだ入ってきてませんね。 136m か 7m だと思います。さあ先にオッテセンスタート。オッテセンも大きなジャンプですが、これではまだ原田のポイントが正式に我々の方に入ってきませんが、届かないはずです。 122m 場内では 136m という原田のジャンプ、声も聞こえましたが、さあ船木です。風がないです。少し風が止んだ。横風です。条件は厳しいが極められた彼のジャンプ。ラージでラージでラージで 91.6km のスピード、これも高いぞ。高い、 130m ラインまで来ました。ただ原田のポイントがですね、正式なポイントが、はい、まだ出てきませんから。出てきませんね、はい、おそらく船木原田が 1-2 にいるものと思われます、はい、プレッシャーが後の選手にもかかるはずです。ソイネンノーマルのチャンピオン、風は止んだ、風は止んだ。92キロのスピード、下の風はないが、下の風はないが、K 点は超えてきたが、さあここは彼はガッツポーズを見せましたが、 126m50 で3位。船木は上にいます。今船木がトップ、原田は距離が正確に出ませんので今競技中です。岡部、バックです。ここは待ちたいな。いっぱいまで待った。条件はちょっと厳しいが、岡部粘っていくが、この条件 K 点前後、119m50、 5位。条件が悪かった。船木がトップ、おそらく原田と船木は 1-2、 はい、あのまだ原田君の正式なポイントは出てませんが、今のところ 1-2 だと思いますよ。さあ残るはこの1人、ミドヘルセル。風は止んだ、風は止んだ、下の風がない。彼も厳しい条件だ。91.5km、 どこまで来るか。距離がそう出ない。 K 点をわずかに超えたあたり、
船木が今私たちの電光掲示板ではトップ。原田のポイントはまだ入っていません。測定外まで行きました。今また場内でもありました。今度は3万を超える観衆が電光掲示板に注目します。とにかく135メーターラインを超えていきました。飛距離はビデオの測定装置で計測していますが、はい、その機械がないところまで行きました。そうですね。ですからこれは改めて協議をして飛距離を出します、はい、そしてポイントが出ます。日本が勝ったことは間違いありません。船木コールに続いて原田コール。オリンピックで2回目が終わって初めて本当の原田スマイル。そのジャンプ、ここで120、ここで130、135を超えて5のところか、はい、その前後よく立ちましたよ。これは5ということはありませんね、はい、135メートルは完全にクリアしているものと思いますね、鳥になりたいと言ったことがあります。なるんだったら、あ、今原田のポイントが出ましたが、あ、136ポイントで飛型点が原田は3位で銅、船木金、ソイネン第2位、原田日本ラージヒルは金と銅。ポイントが出ました。1.5 ポイント差でソイネンにね届かなかったんですね。やはりあの130メートル、135メートルを超えてのですねランディングというのもほとんど 100% 不可能に近いところで、本当にあれはもうランディングを入れる入れないの次元の問題ではないですから、よく立ったぞ。そうですよね、よく立ったという感じですね。怖さ、それを乗り越えて見事なジャンプでした。まあ私たちの手元の計算の銀ではなかったんですが、まあ、それでもそのこの今計算で136メーターで原田銅、船木が金、原田銅、見事なラージヒルです、はい。そしてですね、申し訳ありません、39番岡部選手を6位に入手してます。ノーマルヒルでは銀だった船木、そしてオリンピックではまたかまたかという思いがつきまとったこの原田、その全ての思いを吹っ切ってくれました、この136メーターの大ジャンプ。今日もしぶとかったこのソイネン、そしてラージヒル日本初の金、今世界のジャンパーの頂点にいます船木和義、八木博一浩二と作り上げたこの見事なジャンプ。ジャンプの団体の競技開始が遅れています。そこでおととい行われたラージヒルの個人の模様をお伝えしました。この後行われる予定のジャンプの団体は今ご覧いただいたラージヒルで競われます。ラージヒルで各チーム4人ずつが飛びます。日本からは飛ぶ順番に
岡部、斉藤、そして銅メダリストの原田、金メダリストの船木と飛んでいきます。参加チームをご紹介しますと、飛ぶ順番にカザフスタン、韓国、アメリカ、ロシア、ポーランド、スイス、チェコ、スロベニア、ノルウェー、オーストリア、ソウニネンのいるフィンランド、トーマのいるドイツ、そして日本という順番です。合計13チームが出場して、4人ずつがそれぞれ2回ずつジャンプを飛びます。では再び会場から、解説が八木弘和さん、実況担当和田健二アナウンサーでお伝えします。